梅の実を加工したもので、漢方薬、数名湯の原料、あるいは、紅花染めの焙煎剤、発色剤として使われる。生薬としてのうばいは主に、中華人民共和国で作られて、世界中に流通している。日本産のうばいは、化学染料、薬剤を使わない、日本の伝統的紅花染めに使われる。現行の乱の際、笠木から、五代五天皇が落ち延び、 女官の一部が奈良県月ヶ瀬方面にも逃げたという。その一人遠征姫が滞留し、世話になった例として、奪いの製法を教えたという。また、加賀藩主、前田敏家が、老老の折、この地を訪れて、天神神社境内に多くの梅の実が落ちている様を見て、奪いを作り、京都に送ったのが始まりとも言う。より抜粋京都の染物屋に卸ろされた奪いは、 同重量の米よりも高価に取引され、田畑の少ない山間地において、重要な収入源となった。そのため、急峻な山の斜面すら切り開いて、梅の木を植え、月ヶ瀬の渓谷を数万本の梅樹で埋め尽くしたという。これが月ヶ瀬梅景の始まった原因である。収入源となっていた、うい生産は、明治以降、安価な化学染料が輸入されるに及び、 需要は激減して、急速に衰退していった。作物の転換を余儀なくされ、梅の木を切り、桑や茶を植えるようになると、うい製造はほとんど耐えていった。第二次世界大戦前には、それでも数件あった、うい製造も、戦後は一件のみとなって、現在に至る。現存する、うい製造は、日本唯一、奈良県奈良市月ヶ瀬でのみ確認されている。 月ヶ瀬の奪い製造は700年以上の歴史があり、現在は国選定文化財保存技術者として中西岐幸は奪い製造としては初めて認定された。この中西義久も文部科学省から2011年7月15日に認定を受けた。日本国の奈良県月ヶ瀬に残る奪い製造は古代中国から伝わった製法を独自に進化させたもので、 漢方薬の奪いの製法とは異なる。完熟して落下した梅の実を集める。梅の実にすすをまぶしつけて、梅すだれに敷き詰める。あらかじめ地面に掘ってあった土釜に、もみ殻や割り木で火種をつけ、その上に梅すだれを置く。梅すだれを2枚重ねたら、むしろを隙間なくかぶせ、水をまいて湿らせる。一昼夜、蒸し焼きにして、天日で乾燥させる。 表面が乾いて固まったら、むしろに移して、間隔を空けて並べ、フルト種が、コロコロと振動するまで乾かして完成。AB 賞は50年の文化財保護法の改正によってこの制度が設けられ、文化財の保存のために書くことのできない伝統的な技術、または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを、文部大臣は選定保存技術として選定し、その保持者及び、 保存団体を認定している。国は、選定保存技術の保護のために、自らの記録の作成や伝承者の要請等を行うとともに、保持者、保存団体等が行う技術の連磨、伝承者要請等の事業に対し必要な援助を行っている。ありがとうございます。